ラーマ5世は、チャクリー王朝の第5代のシャム国王。チュラチョウムクラをピアマハーラートや、幼名であるチュラーロンコーンの名でも呼ばれる。チャクリー改革などを通して、タイを近代化させた名君として、現在も、同国で評価が高い。タイ国外においても、奴隷解放を行った人道的な名君として知られる。かつて発行されていた十バーツ紙幣の里面に、騎馬像が、 また100バーツ紙幣の裏面では、ラーマ6世と共に肖像が使用されていた。モノグラム印象即位するとすぐに、欧米に視察旅行をして、タイの立ち遅れを実感し、着陸改革と呼ばれる数々の改革を行った。タイ三大王のうちの一人で今でも、国民から人気が高く、肖像画が首飾りやポスターになったり、像が仏壇に置かれたりしている。 1999年にはアメリカのタイム市で今世紀最も影響力のあったアジアの20人の一人にタイ人から唯一選ばれた。チャクリー改革の主たる内容は以下のようなものである。当時、ビルマとマレーシアはイギリスにベトナムがフランスにそれぞれ占領されていた。シャムも狙われていたがラーマ五世はイギリスにマレー半島の一部を割譲し、フランスには ラオスとカンボジアを割上することで独立を保った。この背景には、ラーマ5世によってある程度近代化されていたシャムをあからさまに占領するのは問題があったことや、シャムを干渉地帯として独立させておくことが望ましいと考えた英仏両国の事情などがあった。1898年にネパールと国境に近いインド北部で、 イギリスの駐在官が釈迦及びその一族の遺骨を収めた壺が発見されると、インドを統治していたイギリス政府から仏教国である、シャムのラーマ5世に譲渡された。ラーマ5世はその骨の一部を、ビルマ、セイロン、日本などの仏教国へ分与するなど、アジア諸国との関係構築にも尽力した。この際に、日本へ譲られた遺骨を収めるために創建されたのが、 格王山日明寺であり、境内には、ラーマ五世の像も設置された。聖祭、福妻に、イボの姉妹を持ち、即室を入れた妻の数は160人以上、子供の数は77人と、歴代最高だったため、ワット・プラケオに併設された宮殿だけではこと足りず、ドゥシットに宮殿を作った。これは、ドゥシット宮殿と呼ばれているが、今は、ドゥシット公園動物園。 ドゥシット公園市範学校、ウィマーンメク宮殿、タイ王国国会議事堂、アナンタサマーコム宮殿、チットラダー宮殿などに、その一部を見ることができる。欧米では1944年の小説、アンナとシャム王や、それを原作とするミュージカルや、映画や、王様と私によって、少年時代に王宮の親とい教師だった、アンナの影響からラーマ5世が西洋化を志したと、 知られている。特に奴隷解放政策に関してアンナが読ませたアンクルトムの小屋が影響を与えたという逸話が有名で広く信じられている。ただ、これらは俗説に過ぎず、原作小説や映画には誇張があることが知られており、タイでは不敬罪として上演されない。ありがとうございます。